キンプル日本トレンド1位終了に笑ったけど涙出てくる最高の宝物幸せな番組ご視聴ありがとうございました素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたしますありがとうございますキングドピスの日本テレビ系冠番組キングドピスルキンプル 土曜午後1時半が13日に放送され通常枠での最終回を迎えた。最終回は過去66回の放送から選ぶ爆笑名場面と未公開シーン特集、キンプルデミー賞が企画された。同時間帯にはツイッターでキンプルが日本トレンド1位を獲得した。番組終了を惜しむ声で溢れ、終わっちゃった。キンプルは最高の宝物です。 スペシャルも楽しみにしてます。まさかの、笑ってたのに、涙が止まらないよから、これだけ笑って見てられる番組あるメンバー全員、天然だし、仲良しすぎるし、ひとりさんも、ザキヤマさんも温かいし、笑ってるけど涙出てくるわ。もう最高に最高で最高だったゲラゲラ笑いすぎて涙出たわ。ほんと楽しかった。いっぱい笑ったしょう。やっぱりキンプル。 最高に楽しくて幸せな番組、ひとりさん、ザキヤマさん、スタッフさんの愛が溢れてる、などと書き込まれていた。21年5月から特番が始まり、22年1月からレギュラー化。20日には番組初のゴールデン2時間スペシャル、土曜午後7時56分、が放送される。キングアンスは昨年11月。 今年5月22日をもって岸優太、平野志洋、神宮寺優太が脱退し、順次ジャニーズ事務所から退除すると発表。CD デビュー5周年記念日である同23日からは、長瀬角と高橋山の二人体制で活動する。平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。 圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。